はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カモンのヒロです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、はい、お願いします。はい、ということでですね、はい、今日は9月の11日でございます。はい、1年前もね、ちょうどね、はい、この911のネタをやらせていただいたんですけど、うん、ね、はい、はい、あの時は10日やったかな、配信、うん、はい、だったんですけれども、まあ今年もこの日がやってきまして、しかも、はい、なんと911当日という、そうですね、はい、うん、すいません、今日は911、僕ら収録してる僕らは911当日ではないのではい、はい、ひょっとして世の中で何かが起こってたりとかしててもよくわからないんですけども、そうですね、はい、なんですが、はい、まあまあ911ということでですね、またそれについてですね、はい、今日は特集的にやりたいなと思ってまして、はい、はい、ね、あんまりね、だからね、またね、時間取れないんですよ、うん、はい、また時間取れないんですよ、はい、あのね、まあ、今から実はお二人ほど、はい、ゲストをお呼びしておるんですが、じゃあもういつもとちょっと違う、ね、いつもとちょっと違いますね、はい、完全に違いますね、だからあのプレゼントがじゃないです、はいはいはい、プレゼントがじゃないです、はい、で、お二人をお呼びして、はい、まあ、僕らで、911についていろいろね、お話をしましょう。しかもね、すごいんですよこれ、はい、2週連続です。あ、2週連続、はい、はい、ぶち抜くというか、まあ、一応このね、うん、前半のメインのコーナーを、はいはい、2週分、この911ネタで、はいはいはい、2週間引っ張ろうというね、あ、前半後半ね、そうです、前半後半でね、はいはい、持っていこうかなという感じで思っておりまして、はい、で、まあ、911にね、ふさわしいゲストって誰やろうなって、はい、僕の中でいろいろ考えたわけですよ。でいろいろ考えた結果、はい、快諾していただいたお二人に、はい、今日は出演していただくんですけども、はい、お二人ともね、時間ないんですよ。時間がない。なんか先週も言ってたっけ、俺同じこと言ってたっけ、時間のないゲストですという。お二人がすごい忙しいとかって、まあ忙しいのもあるんですけど、はいはいはい、時間はたっぷり多分取っていただいてるんですけど、はい、僕らの時間がないんですよ。なので、まずはご紹介してですね、そうですね、はい、それで、お話を進めていきたいなと思っております。はい、はい、それではお二人、登場していただきます。よろしくお願いします。はい、それでは、改めまして今日のゲストをご紹介したいと思います。はい、まずはワープロジェクト大使の代表、宮本達彦さんです。よろしくお願いします。はい、そしてですね、なんとですね、2週連続でご出演という形になってしまいました、ドイツから、世界のスター、西郷さんです。よろしくお願いします。そう、だからね、都合上2週連続になってる。うん、そう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 、先週も出てもらってて、はい、先週はアルバムの特集で出ていただいて、今週は911ネタで喋、はい、っていただくために出ていただいて、はい、ありがとうございます。ただいまですね、はい、キングレコードより、発売しております、はい、ホーリーアウィーアローン、我ら独尊というね、はい、新しいアルバムがございまして、これが絶賛発売中ということで、頑張っておられる、サイコさんに、なんとですね、はい、これね、でもね、聞いたら分かるんですよ、彼女のアルバムを聴けるんです、うん、もう彼女のアルバム聴いてもらえば、この911のネタに彼女呼ばなしゃあないなっていうぐらいの、内容になってますので、はい、ぜひですね、こちらですね、日本語版大役を呼んでもらえばですね、どれだけこういろんな人生をこの中に詰め込んでいるかというのがよく分かっていただけるというような内容になっておりますので、ぜひぜひその辺も含めてお話しいただいたらなと思います。よろしくお願いします。はい、でですね、まあまあ、それはそうなんですけども、まずですね、この911って何なん、ね、はい、もう20年前なんですよ。20年そうなんですよ、2001年9月11日の話です。はいはいはい、なので、おそらく20歳の子は絶対わかんない、20歳より小さい子は分かんない。で、ね、はいはい、で多分20代でも3つとか4つの時に911テロ事件って言っても ね覚えてないですね。絶対覚えてないと思うんですよ、なんかあったなみたいな。だから25歳以下ぐらいの子はほとんど、コアで言うたらちょっと失礼ですけど、方はちょっと分かんないんじゃないかなと、そうですね、思いますので、まあもちろんね、今検索していろいろ調べることもできますけども、まあ、せっかくなんで簡単に私の方からです、はい、どんなことがあったのかと
いうことだけお話をちょっとさせていただきたいなと思ってます。はい、お願いします。はい、まあ、正確にはですね、あのアメリカ、同時多発テロ事件、はい、通称911事件というふうに言われるんですけど、まあ、911だけで呼ばれることもありますけども、うん、これがですね、2001年9月11日火曜日ですね、火曜日の朝ですね、いわゆるイスラム過激派テロ集団、テロリスト集団アルカイダによって、まあ、行われた、アメリカ合衆国に対する4回の、協調テロ攻撃ということなんですよね。で、同時にいろんな場所で、はい、テロが起こったということで同時多発テロ事件ということですね。しかもそれはアメリカで、はい、で、実は4回攻撃をされていることになってるんですよ。で、1回目と2回目があの有名な、はい、もう今ないんでね、だから本当今の人たちは言われても、あ、何ですかそれっていう話なんですけど、ワールドトレードセンターっていうのがニューヨークにあったんですね。で、その、ニューヨークの、まあ、南部の方に、ワールドトレードセンターがあって、でその、トレードセンターになんとですね、恐ろしいことにですね、航空機が人が乗ったまま、お客さんが乗ったまま2機突っ込む、2機突っ込むというのは北棟と南棟って2つあったんですよ。2つ立ってたんですよ。で、その立ってるところに南棟行って、じゃあ北棟行って南棟行ってか、っていう形で突っ込んでですね、なんとですね、恐ろしいことにですね、その、追突というか突撃の後、ビルがもう完全に綺麗になくなっちゃうという、はい、ものすごい、現場になっちゃったんですね。はい。で、であとはですね、ペンシルバニア州、の方にあるいわゆるペンタゴンですね、はい、あのアメリカ国防総省の、本部庁舎に、もう一機突っ込み、でもう一機実は4機目があって、でこれがですね、本当はワシントン DC のホワイトハウスかもしくはアメリカの国会議事堂に突っ込む予定だったんですけど、この、航空機だけ、これなんか変やぞっていう話で、そのハイジャック犯をなんとか取り押さえようというふうに、旅客機のお客さんがですね、はい、動いたおかげで、なんと、ワシントン DC までは行かずに、はい、途中で落ちたっていう形ですね。はい、はいはい、まあ、ただ誰も助かってないですけどね、はいはい、で結果ですね、死者が2977人、はい、で負傷者が 2万5000人以上で、それによって破壊された、既存されたインフラとか財産というのが100億ドルを超えると言われてますね、はい、で、ちなみにその中で、まあ、亡くなられた消防士の方とか、法執行官の方というのが343人の消防士と、法執行官72人の方が、お亡くなりになっているという、まあ、とんでもない事件なわけですね。はい、で、なぜかわからないんですけど、これもあの後でだんだんそういう話になってくると思うんですけど、なぜかわからないんですけど、アメリカ政府は、もうこの、テロ事件の直後からアルカイダの仕業やと、はい、断定して、アルカイダを、こうなんとかして殲滅しなきゃいけないということで、当時ですね、ジョージ・ブッシュ、あの子ブッシュですね、はい、あのお父さんパパブッシュじゃなくて 子供の方のブッシュ大統領だったんですけど、その、まあ、ジョージ・ブッシュ大統領が、まあ、いわゆる対テロ戦争を宣言してですね、対テロ戦争は国連もあの反対決議をしたんですよ。ごめんなさい、イラク攻撃が国連が認めなかったね、はい、そうです。で、まあまあとりあえずですね、この、対テロということでアフガニスタンに、侵攻しまして、はい、アルカイダをとりあえずアフガニスタンから追い出すと。で、そのいわゆるその、アルカイダの首領であるウサマ・ビン・ラディン、をですね、タリバン政権がかくまっているということで、身柄を渡せと言ったんですけども、これを拒否したためにタリバン政権をアフガニスタンから追い出すということをやって、結果アフガニスタンを、
アメリカというか、まあ、西側諸国が、なんていうんですか、占領じゃないんですけど、うん、統治する形になって、民主主義のアフガニスタン政権というのを、誕生させるということに至るわけですね。はいはい、で、それから、20年が過ぎましてなんですけど、はい、その間にこれがね面白いんですよ。2001年の9月11日にその同時多発テロ事件がある、はい、でそのウサマ・ビンラディンは、なんとですねパキスタンに潜入してたんですけど、はいはい、パキスタンで、アメリカの、諜報機関がパキスタンにいることを、確認して、はい、で彼を、殺害するところに至ったのがなんと2011年、はい、10年後10年後です、はい、そして今年、2021年に、うん、なんとそのタリバン、はいはい、ウサマ・ビンラディンをかくまったからって言って追い出されたタリバンが、うん、アフガニスタンを奪還するという、はいはい、そして、自分たちの政権を樹立したということを、うん、各国に宣言するという、なんと10年おきに必ず何かが起こっているという事件の発端がこの911事件ですね、うん、はい、ということでございます。はい、ざっと簡単に説明させてもらったんですけど、こんな感じですが、お二人なんかここまでで、確認しておきたいこととか突っ込んでおきたいこととかありますか？なんか私は、はい、ちょっと視聴者の皆さんに謝っておきたいんですはいはい、何を？今日出てって昨日突然言われた調べてないってぶっちゃけ、はいはいはい、だからちょっとすごいベーシックな知識が抜けている可能性はありますけども、お許しくださいっていうのをね、別にジャーナリストとかちゃうから許してくださいねっていうのはちょっと先にお断りを。大丈夫です。大丈夫です。さっき言っておきます。僕らもそうです。僕らもそうです。はい。大丈夫です。はい。でもいろいろ今のお話を伺ってて、説明を聞いて、思い出しましたわ、いろいろ。ね、ね。まあ、20年前ね、言っても、僕も30ぐらいで、で、確かね、前の会社の社長に呼び出されたんですよ。911の日じゃないですよ。3日後ぐらいな、家に呼び出されて何かなと思ったら、いいかお前ら、これから世の中大きく変わるとかっていう話をすごいコンコンとされて、だから価値観とか全部変わっていくから、そのつもりで覚悟しなさいっていうのを前の会社の社長にね、言われたっていうのを覚えてますね。はいはい、宮本さんどうですか？なんか20年前で何されてました？その時そう、忘れもしないのが、はいはい、同時多発テロが起こった9月11日、はい、実は毎月11日って僕ね、神社行って滝に打たれてたんですよ。ああ、なるほど、はい、滝が、はいはい、だからそれでもね、その日も滝に打たれて、夜滝に打たれるんですけどね、うんうんうん、その帰りの高速道路のサービスエリアでね、テレビ画面で、あの場面がガンガン映ってて、何が起こったんだろうかっていうのは、とても、印象に残ってますね。で今コロナによってね、海外渡航が全くできなくなったじゃないですか、はいはい、でもその事件のおかげでね、飛行機に乗るチェックとかセキュリティがものすごく厳しくなりましたね、うんうんうん、そうですね、今思い出しました、ね、そうですね。だから昔はそのほら、赤外線でなんか、そのカバンの中に入っているものをチェックする機械とかがそんなにきっちりしてなかったっていうところがあって、日本はかなり厳しかったんですけど、日本以外のところって案外緩かったのがものすごくきつくなって、で特にその国内旅行も含めてアメリカなんかでは特にね、相当厳しくなったっていう話は聞きましたね、はい、でそれが今でも記憶に残ってますね。はい、そうですよね。だから本当に世界が変わったっていうのはもう間違いなかったと思いますね。あの時大きく変わったし、ある意味でこの今回のコロナで世界が変わったっていうのと同じぐらいインパクトある時もあったと思います。確かにそうですよね。特にあの時はアメリカとイギリスがね、いろいろと大変なことになったりとかして、ロンドンでもありましたからね、爆破事件、はい、爆破テロとか、うんうん、で結局ね、アルカイダがね、その後もね、いっぱいやってるんですよね。インドネシアのクラブを爆破したりとかね、いろいろやってるんですよ、はいはい、だからね、あの後っていうのが、そのとにかくいつテロが起こるんだろうみたいなことで戦々恐々としていたというか、
はい、そういう時期だったのは覚えてます。ワールドトレードセンターの話なんですけどね、はいはい、もう1分前のことだから、うん、あの若い人は全然知らないっていうじゃないですか、はい、あの僕のワールドトレードセンターの最初の教訓はね、はい、キングコングなんですよ。ほう、うん、ほうほうほう、なるほどなるほど、はいはいはい、あの一番最初のハリウッドのキングコングって、はいはい、あのビル登ったビルの名前覚えてます？ワールドトレードセンター、うん、最初のキングコング、あ、最初のキングコングは何だっけ、エンパイアステートビル、あ、エンパイアステートビルか、あ、そうかそうか、はいはい、そうそう、だから当時のアメリカで一番高いビルだったんですよ。はいはいはい、キングコングのリメイクをするって言った時に、はいはい、その当時アメリカで一番高いビルがワールドトレードセンターだったんですね。だからリメイクされたキングコングはそのワールドトレードセンターを登るという、はいはいはい、そういう映画だったの、はいはい、それで僕はちょっとね初めてあそこのビルのことを知ったんですよ。なるほど。あのアメリカ人にとってエンパイアステートビルっていうのは当時としては自分たちのねある意味で誇りとするようなビルだったわけですよね、うんうん、それで、次のキングコングはワールドトレードセンター、やっぱり当時のアメリカ人にとって僕たちが作った世界一高いビルって誇りだったんですよね。あれを潰したんですよ ね、 そうですね、あの事件って。そうですね。だからもうまさにあの鼻をへし折るじゃないですけど、一番の誇りを傷つけられたっていうことで、アメリカ国民は、まあ、もちろんその国民がね、殺害されたということでもすごく良かったんですけども、そういうそのアメリカのプライドを傷つけたっていう部分で感情的になってすごいアメリカが走ってしまったっていうのは否めないかなっていうふうに思いますね。あれね、でも、うん、アメリカも、うん、その感情的に走ったけど、あの他の国も逆にあの当時ものすごいアメリカバッシングに走った国も多かったんですよ。ああ、はい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 、世界がすごい二分したと思う。あの、そうですね、あのというかね、そのこのねアルカイダがやったその同時多発テロに関しては、これに関してだけは国連はその反対決議をやってるんですよね。で中国もロシアもそあのテロに対しては反対をしてるんですよ。これは良くないことだっていうことで、それはあのもうびっくりするぐらい全会一致になってるんですよね。ところがこの後なんですよ問題は。要はね、そのコブッシュ、あのジョージ・コブッシュが要は中東に手を入れようとするんですよ。そのアフガンが手に入ったから。でその次何っつった、結局イラクやったんですよ。イラク の、 あの、まあ、当時そのサダム・フセイン大統領ですね。で彼が、まあ、要は長期政権なので、完全に独裁政権だっていうことで、独裁は良くないみたいな、だから悪の枢軸国っていうのをレッテル貼りしたわけですよ、あのイラクと北朝鮮ともう一個どっか、その、まあ、3つの国は悪の枢軸国って言って、とりあえず避難して、で、何とかしてやるって言って、あの実際にイラクに関しては、名古屋してきました今、うん、イラクに関しては核をね取り上げたんですけど、核取り上げたのにフセイン大統領がね、これ後で言ってはるんですけど、捕まった後で、要はイラクはイランが怖いんですよ。イランもイラクが怖いんですよ。イライラ戦争っていうのをずっとやってて、でイラクが、核を取り上げられたために自分たち丸裸やんけと、で、このままだったらイランにバカにされるし、ひょっとしたら攻撃されるかもしれないっていうので、俺たちは核なんか取り上げられたって言っとけど、俺たちはね次の D 兵器とか持ってるからね、とかってブラフをフセイン大統領が言うんですよね。それをテコにして今度はジョージ・コブッシュが大量破壊兵器あいつ持ってるぞって言って攻め込んでいったのがイラク戦争。あのね、今やっと思い出しきました、いろんなことを、うん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 、あのちょっとここイラン話があったら後でカットしてください。あ、はい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 、なんやけど私思い出したのは、私あれをあの事件が起こった時、うん、ちょうど自分が病気で倒れている時期で、はいはいはい、何て言うかな、治療っていうか、その安静日々続いてて、なんか部屋で寝てテレビ見てたんですよね。はいはいはい、で、だからなんかその緊急速報みたいなバーンって入って、あるあのビルスコップ映像がバーン出て、はいはいはい、私その時に多分なんかね、泣き崩れたんですよね。意味わからなかったけど、
なんかすごいことが起こったと思って、で、したらその後日記名とかがあって、いやもうこれ以上やめてってお祈りしてたけど、ポンって、それでその後もう本当にやめてって思ったから、ものすごいお祈りした記憶があるんですけど、それはなんでかっていうと、本当にジャーナリストとかじゃないから、そのね、細かいことはし分かってないんですよ。ただ、一本として、私はそのすごい少し遡ると、あの第二次大戦のパールハーバーっていうのは、これがすごいきっかけ、情報戦というか、そのみんなを煽るように使われて、それでああいう方向に走っていったって思っているので、こういうことがまた起こったら嫌やなっていつも思ってて、それを見た瞬間に、なんとなく直感で、そのなんか同じようなシナリオが頭に湧いた。だから、ちょっとこのままこれが続いて、なんかこれがきっかけになって、国民が暴走して怒りで、なんか戦争が起こるとか、もうそんなほんま嫌やでってめっちゃ思ったんですよ、あの時。そしたら、まさにそのように進んでいったんですよ、その後。そうですね。はい、だから本当にあれはアメリカの人がすごいそれで確かに怒る気持ちももう分かるし、なんだけど本当に悲しい、ある意味だからそのどちらにとってもそのイラクとかそっちアメリカでやられた側の人にとっても悲しいし、アメリカ側の人にとっても悲しいと思うね。それを怒りというものになんていうかな、使われたって大変やけどね、なんか両方どっちが勝ってるとかそういうことじゃなくて、なんか結局あれがきっかけになって必要のない人がいっぱい死んだに違うかなっていうのはなんかすごい思って、それがすごい悲しかった。あ、今思い出してきました。いや、ほんまにそこまでに動いていこうと思ったあの時。いや本当にそうですよ。だからまあ、それによってね、結局アメリカの若い兵士たちが戦場に赴かなきゃいけなかったし、当然そのアメリカの軍事侵攻を止めようと思って自分たちの国を守るために命を落としていった相手国の兵士たちもいるわけで、でそのね、ちょっとアメリカを非難するような人たちの声っていうのがすごいいっぱい入ったし、多分日本のメディアもどっちかってそういう気やったし、まあ、私もそれを全然サポートする気はない、もちろんどちらかというとそんな侵攻しないでっていう立場やったけど、当時私の彼氏というか、一般性というか、当時のね、彼はその軍関係の人だったんですよ。彼も軍関係の人だったから、そっちの話も聞くわけですよ。で、彼らもその体を張っていくっていうことに対して、なんか、なんていうかな、分かる部分もあったから、これなんか間で両方が見えたからめっちゃ悲しかったの時。なるほどね。今の話伺ってね、まだ違う視点なんですけどもね、E テレっていう NHK の、チャンネルあるじゃん、昔の京都テレビ、あれでね、最近、まあ、だいぶ前からかもしれないんだけども、ちょっと俳優の名前忘れちゃったんだけれども、アメリカの黒人俳優がナビゲーターでやってるね、番組があるんですよ。科学のこととか心のこととか、それをね、ドキュメンタリーでずっとやってる番組なんです。で、その時に面白い実験があって、こんな実験なんですけどもね、例えば今僕はもうパソコンの目の前に座ってるわけですけども、その実験っていうのは被験者をパソコンの前に座らせてパソコンを見せるんですね。で、パソコンではね、いろんな画像が何秒後とかに入れ替わっていくんですよ、で、どんな画像が映し出されるかは被験者は知らないんですね。で、いろんな測定器を体につけて体の反応を見るわけですよ、で、例えばお花畑の写真、なんとかの写真、夜景とかって時々ね、目を背けたくなるようなおぞましい写真を差し込んでるんですよ、そうすると実験すると面白いことが分かって、そのおぞましい写真がに切り替わるほんの数秒前に体が勝手に反応してるんですよね。だからある意味で予知してるってことなんですよ。なるほど。で、その研究をしている、まあ、大学か何かアメリカの、実は同時多発テロの時もちょっと似たようなことが起こっていて、連日ね、その映像がね流れるんでね、それでね、あの事件が起きた瞬間、ニュースでも流れないから知るはずもないのに、
地球の裏側の人たちが何か反応してるんですよ。へー。だから実は目に見えないところでね、地球上の全ての人たちっていうのがつながってるんじゃないかという仮説の話になっていくんですよ。出てきた、出ましたよ。はい、はい、宮本節が出てきたところでですね、そろそろですね、ちょうど時間になってきましたんで、前半ここまでにさせていただいてですね、はいはい、後半はですね、この宮本節からスタートするという感じになるかと思うんですが、はい、すいません、とりあえずですね、番組、時間がございますので、とりあえず一旦今日はここまで、はい、で、この後、そのままコーナー進めさせていただいて、来週この話を、続きを、はい、やりたいと思いますので、来週までちょっとお待ちください。はい、1週間経つんで忘れないように気をつけてくださいね。はい、ということで、お二人すいません、今日はとりあえず一旦これで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、おはようございます。おはようございます。ということで、今日はですね、はい、あゆみです。はい、はい、なんと新コーナーっていうか、なんかね、ないですないです言ってもね、そうそうそう、ダメかなと思ってまして、そうそうそう、ね、なんかね、私こう見てもらってる、うん、方に、視聴者の方に、はい、どんな感じで聞いたりとかしてて、はい、まあ、質問とかあったりとかするんですよ。で、まあ、今日はそれをちょっと言おうかなと思ってて、うん、これからは皆さんちょっとね、はい、何かはがきか、ね、メールかでいただけたらなって、なんかご意見とか、そういうコーナーにね、していきたいなと思ってます。はい、もちろんマイナスなこと言っていただいても僕ら受け止めます。はい、ここで言うかどうかわかんないですけど、はい、はい、まあ、読みます、はい、みたいな感じですけど、はいはいはい、で、ぜひお質問が、はい、あるので、はい、ぜひ皆さんご応募くださいということです。はい、で、まあね、私が聞いてて、はい、一番ね、多かったのが、はい、やっぱりマスクが、うん、なんか目立つみたいで、これがね、そう、うん、みんなね、マスクそれぞれ違うものつけてたりとかするんで、はいはい、どこのマスクみたいなのがあるんですよ。あ、なるほど。ね、これはまあ、その人にはちゃんとね、はい、伝えてるんですけど、まあ、はい、見てる方もそういう方が多いんじゃないかなと思いまして、はい、今日お答えしようと思って、なるほど、なるほど、なるほど。ブランスタイリーっていう、まあ、月一のね、はい、レギュラーの、はい、シスタケイさんのブランド、はい、ブランスタイリーのマスクを、そうです、これもそうですよ、僕のやつもそうですよ。はい、で、ね、これに関しては、夏仕様で、夏仕様、これは夏仕様です、ね、そうなんですよ、そうなんです、ちょっと朝素材みたいな、ね、うん、すごいね、息がしやすい、そう、息がしやすい、ね、息がしやすい、はい、オーガニックのガーゼを使ってるそうで、そうです、はい、だから、ね、はい、この生地とかにもすごくこだわりがあって、はい、はい、そうです、それがね、買えるところ、一番手軽に買えるところは、はい、マテリアルで買えます、そうです、のでぜひぜひ、はい、お問い合わせください、と、はい、いうことです。はい、ね、ホームページ見ても、サイト見ても、はい、セットのやつも、ね、はい、とかありますし、はい、あったりするので、ぜひぜひ、はい、はい、お願いください。はい、お願いいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、で、こんな感じで質問にどんどん答えていこうと思っておりますので、はい、はい、どしどしください。はい、はい、皆様からの、お便りで成り立っておりますので、はい、そんな感じに、まだ1回目です。関西のあれよ。ぜひ皆さんお待ちしてます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、高橋さん、はい、はい、おはようございます。篠原池田高橋です。はい、篠原というのコーナーでございますけども、はい、911ということで、去年はですね、はい、覚えてますか、先ほど言った、はい、そうですよ、ワールドトレードセンター、と、はい、ほんで、行かなかった、はい、飛行機、そうですね、ユナイテッド90、はい、3便ですかね、はい、ご紹介してますので、はい、よければ検索していただきますと、はい、出てきますので、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、で、今日もまあちょっとテロ系の映画ですね、はい、テロはダメだということでですね、はい、こちらちょっと古い映画があります、はい、1976年のアメリカ映画ですね、はい、パニックインスタジアムということでね、はい、これは結局アメリカンフットボールのプロチームの会場、割合人気の、試合にですね、はい、狙撃でみんなを殺していこうという、まあまあテロというか、まあこの個人的なんですけどもね、乱反射するという、乱射するという作品なんですね、はい、これパニック何万人何十万人ですかね、はい、アメリカね、はい、なんですけど、そこで、やってきまして、このそれに対抗するのがチャールズ
チャールトン・ヘストンですね。はいはい、で、あのこの時代にスワットっていうのが割合1976年やから言葉が出たぐらいですよ、ね、はいはいはい、今で有名ですけど、だからこの中にスワットっていうのが出てきますね、うんうん、その隊長はジョン・カサン・ベッ、はい、ベテスっていうのが出てますね、はいはい、でまあ、これはね当時のいろんな方が出てるっていう作品で、うん、まあ、オールスタームービーみたいな形の作品です、はいはい、これは多分 DVD とか配信でもたまに見れますんで見ていただきたいと思います、はい、でそれとよくこれもねスタジアムなんですけどね、はい、ラストがねこれもラストスタジアムということで、はい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 、ブラックサンデーということでございますけど、これ実は後の映画とちょっとつながるんですけども、はい、これも1977年のアメリカ映画でございます、はい、これ時期的に一緒に公開されると言ってたんですけども、これ監督は、フレンチコネクション2のジョン・フランケンハイマーですね、はい、で、脚本は合同ですけどアーネスト・レイマンでサウンド・ミュージックの方が、はいはいはい、こういうのを作ってること、はい、で原作はトマス・ハリスって言ったの羊たちの沈黙シリーズ、はいはいはい、後に作った方の原作なので、お、なるほど、話自体は面白いですね、はい、で出演はロバート賞 であとは、ブルース・ダンこの間帰郷という作品をご紹介してましたが出てる、はいはい、で音楽はジョン・ウィリアムズ、はい、ということですね、はい、でこれは、まあ、結局、まあ、ベトナム行ってちょっと嫌な思いした、うん、あの方が帰ってきて、はい、いっぱい殺そうということで、はい、これもスタジアムが狙われる。なるほど。で飛行船にプラスチック爆弾をつけて爆発したら大勢が死ぬんじゃないかっていう作品ですね、はい、それを、まあ、皆さんが食い止めるという作品でございますけども、はい、実はこれ日本で公開が、77年度を予定してたんですけども、はい、このパニックインスタジアムでよく言ってるんですけど、うん、脅迫が入りました。あー、ね、はいはいはい、これを上映するなということで脅迫が入ったんですけど、はい、実はその映画と間違われたのが、そうですね、このジェット、アメリカでローラーコースターと言いますけど、はい、ジェットローラーコースターですね、はい、こちらも、結局ジェットコースターがこう爆弾、ね、線路で爆弾仕掛けられても飛んでいって、はい、っていう、はい、事故が起こるんで、はい、まあ、この無差別殺人ですかね、はい、なんですこれと間違えられたみたいです。なるほど。だから本来はこっち側をやめてほしかったのに、はい、脅迫状が来た文面がこれやった、はいはい、でも最終的に、なんかその中の取り上げられ方っていうのが悪かったので、はい、このブラックサンデーの方が、本来の脅迫の当たる方でした、はい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 、ということでなんですけど、それから2011年までは日本では公開されてなかったんです。おー、はい、そうですね。で2011年、はい、午前10時の映画祭でおやったんです。はいはいはい、はい、そうなの。そうなんです。でこれ私何年も俺午前10時の映画祭大好きで見に行ってますよ、たまに。このその貴重な試写会でもらった、はい、マジでチラシなんで、これはあんまり手に入ってない。わあ、そうなの、はい、懐かしい、はい、神戸三宮三栄ってね、はい、ないと思うんですけど、知らないですか、高架下になった映画館であったということで、ね、はいはい、なんでこの辺ちょっとね見て、高架下の映画館ってえぐいよ、ね、そうです。この辺だからね、よくね間違うんです。だからスタジアム、はいはいはい、で爆弾やね、はいはい、間違う、はい、一般人も間違うんで、まあね、日本人、はい、カタカナ弱いですからね、はい、でもまあ、はい、まあそういう感じでなんですけどもやはりこうね、はい、もう差別っていうのはいけないということで、はい、清さんも、テロに関する作品をお送りいたしました。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、やっぱりですね、時間のないお二人ですね。はい。何ですか、その宮本さんも紗栄子さんも2人とも時間のないタイプの人なんですよ。時間の足りないタイプの人なんですよ。で時間のない2人がミックスするともっと時間がなくなるっていうのが今日さらに証明されたかなというふうに思うんですけども、はい、まあ今日はですね、まあ、その911テロ事件の日ということでね、はい、その特集して、まあ、ちょっとメインでね、うん、お話をさせていただいたんですけども、はい、来週も、はい、引き続き、はい、このネタでいきたいなと思っておりますので、はいはい、まあ、ちょっと2週続くんですけどもね、うん、多分知らない方もたくさんいらっしゃるかと思うので、うん、まあ、そういったお話を、続けてさせていただいて、はい、まあ、これアメリカ人だけじゃなくてね、やっぱり世界中で、決して忘れちゃいけないし、はい、二度とこういうこと起こらないようにというより、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、平たく言えば平和な世の中に早くなってほしいなと思うので、はい、まあ、だからこそちょっとこれを取り上げたいなというふうに思って取り上げさせていただいてますので、はい、ぜひ皆さんもう一週だけお付き合いいただければと思います。はい、はい、それでは今週はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。